こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。敵地攻撃能力が議論に上がる昨今、日本の迎撃体制を変更せざる負けなくなり、代替案が出ているが、有力なのは何一つなく、まだ先が見えてこない。現在、イージス艦や PAC-3 での迎撃のみとなる。将来的には、SLBM の装備なども視野に入れて、次々機潜水艦の建造計画を、今のうちから練る方が大切だろう。日本では原子力潜水艦建造には抵抗があり、計画をまではいかない。だが、通常動力型潜水艦で今までの性能をしのぐ原子力級や海自の潜水艦が持っている世界一の静粛性を可能にする技術が開発されてきた。日米での合同訓練でも海自潜水艦が敵役となり、一隻の潜水艦で全てを倒したという実績もある。では、今回、その次々機潜水艦の話をしていきますね。潜水艦発射型弾道ミサイル、略して SLBM、正式名称。サブマリン・ランチェド・ボールイスティック・ミサイルは、原潜に搭載され、水中から発射できるミサイルです。射程距離が数千キロメートルから1万キロメートルと言いますから、攻撃力に関しては、かなり大きい武器と言えるでしょう。世界の潜水艦の方向性を今観察すると、SLBM 機能を搭載したものが、主流になりつつあると思われます。言うまでもなく、世界の強国アメリカ、中国、ロシアは、早い時期から SLBM を採用しています。攻撃目的ですから、一朝、有事の際に自国の軍隊を展開可能にするためでしょう。また、すでに潜水艦に核兵器を装備しているケースもあります。日本は戦争放棄という文言のある憲法がありますから、専守防衛という名目の下、攻撃という言葉はありません。しかし、周辺国の状況を見ると、一番めんどくさい相手といえる北朝鮮が、SLBM を搭載した潜水艦を完成させたといいます。その性能はさておき、北朝鮮と同民族ながら、因縁のある韓国も、黙ってはいないでしょう。事実、将来的には SLBM 搭載潜水艦を、建造する計画を策定したといいます。では、日本で潜水艦に SLBM を装備するにはどうしたらいいのでしょうか？現在は不要と思われますが、熟考すると、この SLBM というのは例えれば、迎撃ミサイルを装備する海底のイージス潜水艦という、イメージなのではないでしょうか。となると、全く視野に入れないというわけにはいかないでしょう。というわけで、SLBM の使い方や役目などについて紹介したいと思います。2020年現在、人類は様々な武器を所持しています。その最大の破壊力を持つのは、
当然ながら核兵器です。とはいえ、核兵器の保有を公に認めている国は、世界の中でたった8カ国ということはご存知でしょうか？公にしているというより、誇示しているアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国、インド、パキスタン、そして北朝鮮ですが、それ以外にもアメリカが全面的に後押ししているイスラエルが持っていることは間違いないと推測されます。ということは9カ国というわけですね。そして事実上の核保有国9カ国の中でパキスタンとイスラエル以外の7カ国が所有していると思われているのが SLBM、 つまり潜水艦発射型の大陸間弾道弾と呼ばれるものです。核兵器の運用は大きく3種類あるそうです。陸上の設備から発射される大陸間弾道弾、爆撃機に搭載されて攻撃するもの、そして SLBM です。これらは実際の使用をちらつかせて敵国を脅す手段としてしばしば使用されます。兵器としての使用を仮定すると3つのうちでは大陸間弾道弾が最も簡単と思いますが、存在を敵から隠すためには水中に置く SLBM が最適と言えましょう。というのは、陸上の基地や爆撃機などの施設や設備に頼ることなく、任意の海域に母艦である潜水艦に設置して潜航すれば、敵に発見、攻撃されることなく発射できると考えられているためです。ドローンという器具が開発されたため、地上には隠れる場所がなくなったとも言われますね。こうした特性から、SLBM は敵への報復攻撃には最も効く手段として、旧ソ連で1950年代、昭和25年から35年に実用化されました。そして、東西冷戦という時代背景もあり、アメリカもほぼ同時期に SLBM を配備したのです。これによって現在の情勢に至るきっかけとなったのでした。ただし、SLBM はその特性のためにデメリットもあります。つまり搭載する潜水艦とその中に設置する発射塔の大きさによってミサイルの寸法が制限されてしまうのです。確かに、母艦のサイズよりはみ出した筒は、設置できませんからね。ですから、初期の SLBM は、大陸間弾道弾と比べると、射程距離が短いので、どうしても敵地に接近しなければならなかったのです。しかし、時代とともに、技術は向上しました。現在では SLBM も高性能化し、アメリカのトライデントに、ロシアの R-29 などの SLBM は、最大射程約12000km になったので、近海からも運用できるようになったのです。アメリカやロシアなどの軍事大国に比べると、技術面では、はるかかに遅れている。北朝鮮で、菅、北極星1号という名前の SLBM を2015年5月頃から、実用化したと主張しています。たびたび、飛翔体を領海に落とされたり、上空を飛び越えられている。日本としては、警戒を要する事態が継続中です。
この時の北極星1号として公開した画像ですが、加工や修正が加えられていると見受けられますし、SLBM としての大前提である潜水艦から発射されたものではないという分析もあります。つまり真偽は定かではありません。と言っても、北朝鮮が水中から発射できるミサイルを開発したことは間違いないようです。現に2016年8月にはアメリカ軍がその存在を公式に認めたという発表があり、予断を許さない緊張した状態がまだ続いているということです。ここで北朝鮮の技術力を推察してみましたよ。北朝鮮は SLBM を搭載できる潜水艦を製造運用する能力を果たして持っているのだろうかと疑問に思いますが、この北極星1号を陸上用に改造したという北極星2号の存在が翌年2017年5月に伝えられました。この北極星2号は推進用燃料を今までの液体から固体へと変更したと言われていて、これによって発射に要する時間が短縮したし、射程距離 2000km が実現したとされています。これが事実だとしたら、日本列島の北から南までが北極星2号射程距離圏内に入ってしまうことになります。ミサイルの命中精度は別として、自衛隊が進めている弾道ミサイル防衛の重要性がより高まったと思われます。さらに2019年10月北朝鮮は再び SLBM 北極星3号の発射実験の写真を公表しました。しかもこれはロフテッド軌道のミサイルであると宣言したのです。ロフテッド軌道というのは、発射するときに従来の弾道ミサイルよりも急角度な軌道を描いて、山なりの大きな軌道で目標に向かって飛来していくとされます。このことから、本当にロフテッド軌道ミサイルだとしたら、北極星3号の射程距離は約 1900km とも推測されます。しかし北朝鮮の動きに敏感な韓国メディアの報道では、今回の北極星3号の発射は潜水艦からではない、水中に設置した発射台から打ち上げた可能性が高いという分析です。やはり北朝鮮では潜水艦での運用はまだ実現していないという見方が多いようです。ここでアメリカの動きを振り返ってみましょう。今まで直接的な脅威がほとんどないと油断していたと思われるアメリカにとっては、北極3号を潜水艦に実装される可能性が生じたということですから、危惧するきっかけになるのではと思われます。2020年に入ると、キム・ジョンウンは一時的にですが、公の席に姿を現さなかったことがありましたね。トランプ大統領はそのことをむしろ気にかけているかのようなコメントを出していましたが、猛威を振るうコロナウイルスへの対応で北朝鮮の動向を気にかけていられないのかもしれませんが、アメリカ自身の利益になることに対しては武力行使も辞さないというトランプ大統領としては無関心すぎるのではないかとも感じられました。
日本としては、同盟国アメリカが北朝鮮へのこのような態度であるうちは、脅威が差し迫ってはいないと考えていいのだろうかと。アメリカ頼みになりそうな状況とも言えるようです。